吉田さん AI も人間も呼びかけ方一つ心遣い一つでだいぶ印象は変わりますよねだからコミュニケーションこれが大事なんですよ人間に対しても AI に対してもそういうとこじゃないですかね、まあ、AI が人間に近くなればなるほどまさにコミュニケーションが大事で例えば何らかの指示をプロンプト、ね、あの AI に出した時にいやこっちの方がいいですよっていうふうに、ね、提案 いわゆる口答えをしてくれるかもしれませんしその提案をやっても効果はないですよここは様子を見ましょうって言ってねあの何もしないことを示唆してくれるかもしれませんしね、まあ、それを同じ何もやらないでも面倒くさいからやりませんって言ったらちょっと角が立つじゃないですかでも結果やらないってことを一緒なんだったら今は時期を見るべきですよとあなたの力を今は温存しておきましょうみたいなねだからその気にさせるような返答があるかもしれないですよね、まあ、だから 人間もそうだし AI もそうだしどのようにこう手なずけていくかっていうところかなと思うんですよ。おだてすかしていくとか飴と鞭を使っていくとかね時には厳しく時には温かくいってらっしゃい。